始まりました。 Sing 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 ラジオ、毎週土曜深夜1時53分から TBS テレビで放送中のソロボーカリストコンテスト番組 Sing 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 に参加している私たちが本音で裏話を話しちゃおうというコンテンツです。というわけでセカンドシーズントップ8メンバーの春田瑠璃です。安澤ゆいかです。元波めぐみです。今回も張り切っていきましょう。4月20日月曜日夜9時から TBS 系全国28局生放送に向けて今回も呼び出しております。来てもらったのはこの方、ゆうしんです。はい、こんにちは。はい、中谷ゆうしんです。はい、いや、絶好調でしたね、春田さん。あ、私が初っ端からありがとうございます。シングシングシングラディオみたいな感じで絶好調でしたもん。ありがとうございます、はい、初ラジオなんで、これが記念すべきラジオデビューを果たしたというところで、まあ、終始面白いと思うので、僕のパーソナリティ能力が発揮できるといいですねっていう。何ですかこれは。このラジオ聞いたらファンが減っちゃうかもしれないですね。いやいや、逆に増えちゃうかもしれないね。増えるように頑張ってサポートしていきたいと思います。まあそんな面白くてかっこよくて可愛い天然な勇心なんですけども、シングシングシングをご覧の皆さんにはテニスの王子様みたいなイメージが強いかもしれないんですけども、いや、まず皆さんが僕のことテニスの王子様なんて思ってないです。でもテニスでその賞状もらったりとか、そうですね、ほんとすごいですよね。もともとなんでそうテニス始めたのは、もともとお兄ちゃんがテニスの王子様を見てテニス始めましたっていう、やっぱりテニスの王子様で、僕はお兄ちゃんがやってたんで、うん、やりましたみたいな。テニスって6ゲーム選手なんですね、1セットが、うん、はい、ミスしました、じゃあ取り返すチャンスがあるんですよ、そのミスを挽回するチャンス。でも歌ないから違う緊張もありますけどね。でも普段からあんまり緊張しないって感じじゃない？緊張を消す能力があるというか、うん、あのミヤ兄に抱きつくっていうやつね。そうそうそう、ハグ、そうです、そうです。今日はミヤ兄がいないですけれども大丈夫そうですか？心臓バクバクしてきたらミヤ兄に抱きつけばね、うん、すごいいつも抱き合ってるというか、そうミヤ兄って呼んで抱きついて、ミユシン緊張してるんだなって。いや、でもそうなるんじゃないですか、男2人だし。だってね、トップ25の時点で男5人やったから、あんま知らない人やけど、その男5人っていうだけちょっと親近感が湧くじゃないですか。でさらにトップ8トップ5って来て2人だし、別にいいんですよ、別に僕はミヤ兄じゃなくてもいいんです、この抱きつく相手。抱きついたら僕が落ち着くっていうだけで、ただ女の人に抱きついてしまうと、うん、ちょっと犯罪の匂いがしちゃうから。そんな急に犯罪みたいな抱きついてるからなっちゃう。じゃあ本当は女子が好きなんですね。本当はっていうか、がっつり女子が好きだそうです。ファンの皆さん、ファンの皆さん、はい、でもなんかめぐねーとゆうしんの関西弁のトークが面白いんだよ。そう、面白いの。まあ、実は家が近いしっていう、どこかは言えないけど、ね、びっくりするぐらい近くて、ね、これもなんかの縁やなっていうところで、ね、はい、私ももうお母さん的な感覚でいつもゆうしんを見守っております。見守ってくれてます。年下キャラというところで可愛がってもらえるキャラ、小さいの方にも可愛がられてるっていう感じも見えますよね。ただなんか勇心って呼んでくださってるなと思いますけど、いや、それはね大きいよ。でもありのままなんですよね、子供が勇心の、だからすごいというか、それがいいとこ、そこが逆に怖いというか、レリゴーね、レリゴー、そう、レリゴーね、はい、そんなどうでもいい話はこれぐらいにして。ここまで勝ち残ってきて、はい、ゆうしんくんにとってシングシングシングとはどんな番組でしたか？いや、正直まだ分かんないんですよね、うん、なんかシングシングシングによって僕は自分を成長できたとかも分かんないんですよ。もう知らないことが多すぎて、成長とかいうレベルの話じゃないような気がします。成長の幅が半端じゃないというか、進化みたいな感じです。もっとすごい楽しい反面不安も出てきましたね、トップ8ぐらいから。いや、あなたトップ5ですよ。いやいや、やったーって感じなんですか？やったーも感じもないです。最初のアカペラ時は正直落ちるやろうなっていう気持ちの方が大きいというか、ゆうしんずっと言ってたもんね。そう、控室でずっともう俺は落ちるからずっと喋ってた。もう中でも一番きつかった経験ってありますか？ルリネーの時ですよね。うん、まあ、宮にさくらさん、こだちゃんといて大きく点差が離れたじゃないですか、うん、はい、ほんでルリネーが落ちてしまって、まあ、それ悲しい気持ちもあるんですけど、切羽詰まってる気持ちもあるじゃないですか。考える余裕がないというか、まあ、自分も歌わなあかんしっていう中でね、うん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 、いや、でもなんか私が落ちたところが放送されるって時にゆうしんから LINE が来て、ゆいかさん
大丈夫ですかって言って、電話しながら見ますかとか言って優しいって言ってたのに、この人大阪帰っててすいません大阪で放送してないの忘れてましたって言って、優心らしいなと思って。彼優しいんですよね。実はねすごい優しい、まあ、名前がね優心なんでっていつも言うんだけどねファンの皆さんもねそういうところが多分好きなんだと思います本当ですか実は優しい、多分可愛いんですよね。申し訳ない。それではここで1曲、優心曲振りよろしく。ファーストシーズンファイナリストが歌う曲をお届けしましょう。石田沙羅さんで小さな恋の歌。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く小さな島のあなたのもとへ。あなたと出会い、時は流れる、思いを込めた手紙も増える。いつしか二人互いに響く、時に激しく時に切なく、響くは遠く遥か彼方へ。優しい歌は世界を変える。ほらあなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの。ただあなたにだけ届いてほしい。ファーストシーズンファイナリスト石田沙羅さんで小さな恋の歌でした。この小さな恋の歌も収録されているファーストシーズンのコンピレーション CD は16曲入りで2500円、 TBS i ショップや Amazon などで発売中です。いやー沙羅さん本当色気あって綺麗で可愛いですよね。優心、はい、なんでちょっと照れてるんだ、ね、何か照れてる前のライブの時も、はいはい、やばい石田沙羅さん直で見れる、本当に綺麗だ、うん、ニヤニヤして ねよう覚えてますね、うん、いやまあもうなんかセカンドからしたらファーストの人はなんか芸能人みたいなちょっと感じだったんで、うん、なんかどの人に会ってもテンション上がる、うん、テンション上がる、有名人にちょっと会った気分になりましたけどさて今回は中谷優心さんをお迎えしてお送りしてまいりました。で、まあ、仮にあなたが、あ、優心さんがちょっと冷たい、あなたがいきなり冷たいで200万円を賞金としてもらったら、叙々苑でしょ、叙々苑連れてってくれ、ありがとうございます。よそです、ごめんなさい、調子乗りました。自分が元で絶対もったいない使い方をするから普段から無駄遣いしちゃう、財布にあったらそれを使っちゃうと。あ、じゃあ渡した方がいい ね優勝する自信はないです。優勝する自信はない勝つ気はあります。勝ちたいっていう気持ちを抑えるようにしてきたので、勝つ気があるのが変わってきたところですね。ファンの方もすごく増えたんじゃないかなと。ほんまですか。いつも面白い優心が、はい、いつも面白いって今言いましたよね、はい、いつも面白いにしてはちょっと笑みが足らない気がするんですよ、ね、多分もうみんなイメージダウンにならなければね、もうアピールになってるかどうかがちょっとわかんないんですけど初ラジオ楽しかったです。本当ですか。どうですか僕の思ってますか。いや思ってます、思ってます。僕のパーソナリティ能力は素敵で可愛い中谷優心さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。シングシングシングセカンドシーズンフィナーレ決勝戦は4月20日月曜夜9時 TBS 系全国生放送でお送りします。皆さんの投票参加をお待ちしております。というわけでシングシングシングラジオ今回はこの辺で、 MC はセカンドシーズントップ8メンバー春田瑠璃と安澤ゆいかと、そして元波めぐみでお送りいたしました。それじゃあ See you!